皆さんこんばんは。シンガーソングライターの菅野です。今週も始まりました、菅野ミュージックプラネットは、こちら押上にありますスカイツリー近くのワロップから毎週月曜日夜8時30分からお送りしております。はい、皆さんね、もう11月入りましたね。11月の5日、月曜日、夜いかがお過ごしでしょうか。先日はね、ハロウィンがありましたけど、皆さん何か仮装などされたんですかね。私はちょっと友達のバーの方でね、ちょっとそういうのがあるっていうので遊びに行ったんですけども、もう街中歩いてるとね、いろんなのこういましたね。ピノキオとかね、なぜかクリリンとかね、しかも外国人の方がやってましたね。顔はどっちかって言ったらピッコロだったんだけどね。クリリンとかね、まあ、ドラキュラとか魔女とかね、まあいろいろいましたけども、まあ結局私はなんて言うんだろうね、まあ日本人を捨てきれず、仮装もできませんでしたけどもね。なかなかこうね、やっぱね、2012年こそちょっと殻を破ろうと思ったんですけど、まあ今年もなかなかね、難しいものでしたけどもね、来年こそはちょっとね、いろいろ仕込んでいきたいなと思ってますけどね。はい。今日はね、まあ、11月の5日ってことでね、ちょうどシーズン的にも、文化祭や学園祭の、ね、方もいると思うので、今日はね、そんな私の懐かしい文化祭学園祭も振り返ってお届けしたいなと思いますけどね。はい。じゃあこの時間はね、そんな私菅野と一緒に最後まで素敵な時間を一緒に過ごしましょう。